さて、来週はウィークリーキャッチ特別企画をお送りします。日本人の両親のもと、アメリカで障害を持って生まれた倉本セリさん。私たちが初めて取材したのは2年前のことでした。セリさんと家族はこれまでにないコロナ禍という状況の中、どう過ごしていたのか。また、今年18歳になったセリさんの成長と、これからのことについて家族にお話を伺いました。お楽しみに。